こんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサです。今日は競馬の大事件が起きた2002年10月20日の事件について解説していくわよ。日にちを絞るとは？一体何が起きたの？そうね。一つは落馬。もう一つは社交ね。あれ、落馬も社交も普通に競馬やってればあるはずだけど。そうね。でもそれがメインレースでの出来事だったの。は。でもそれがそんな大事になるのかしら。2002年10月20日午後3時25分から午後3時45分。この20分間に JR8 競馬会。そして競馬ファンの度肝を抜く事件が起こったの。わずか20分の間に。じゃあ解説スタートよ。2002年10月20日午後3時25分。今は亡き父内国産限定の重賞。兜山記念のゲートが切られた、アンバーシャダイ、メジロライアン、東海帝王、メジロマックイーン、サッカーボーイ、ネイハイシーザー、バンブーアトラス、ウイニングチケットの日サンデーシュボバ、富士奇跡、ダンスインザダーク、タヤスツヨシなどのサンデーを継ぐ二世シュボバが激突する今にはない醍醐味があった。懐かしさを感じる重賞でもあったのね。サンデー旋風吹き荒れる中、非サンデー系の内国産シュボバの活躍の場でもあった。一着はメジロライアンの子、ウィンブレイズ。この馬は小畑初ヒロとのコンビで有馬記念5着、福島記念、ナルオ記念を制すなどサンデー旋風の中で結果を残した。おう。じゃあこの馬が主役なのね。いえ。主役はウィンブレイズではなく、この兜山記念を鋭い足で一着入選を果たした、アンバーシャダイ最後の活躍場。カンファーベストよ。ええ。膠着でも食らったの。そう。カンファーベストは最後の直線。車高をしてしまい一着入線ながら、10着に膠着になってしまったわ。は。一気に膠着してるわね。一体に何が？騎手は二世騎手の郷原博士。郷安郷原の息子ね。この郷原は、お世辞にもうまい騎手とは言えなかった。おう。二世騎手だから乗り馬は集まるんだけど、その、なんというか、人気になってもなってなくても、着外に沈める恐ろしい騎乗から、郷原マジックと呼ばれた。うわ、しかも郷原がその馬を降りると自然と好成績を収めることから、これも郷原マジックと呼ばれる。二重に意味があるのね。また、お世辞にも綺麗とは言えない騎乗フォームと牛性から馬上ダンサーともあだ名されていたわ。まるで北高たる前のジャパンカップダートのみゆきね。あれは外人のツイッターで、マイケル、ジャクソンより激しく踊ってるぜ、と言われるくらいだから、そしてこの兜山記念。まさに三つ目の意味での郷原マジックが炸裂する。は。郷原マジックによる着順操作。ある意味 JRA の天敵ね。最後の直線で郷原は抜群の伸びを見せるカンファーベストをまっすぐ走らせれば普通に勝てていた。ファンも3番人気に押していた。佐藤義勝調教師は初重賞制覇。馬主の奥村清春にも十数年以来の重賞。郷原にとってもデビューから乗り続けた。カンファーベストでの重賞が手に入る。母父、新山の男馬が駆け抜ける。はずだった。は。ここで郷原マジックが炸裂する。左向きを200メートルを過ぎたあたりで郷原は入れる。カンファーベストは右に寄れていくが、郷原は修正浮上を行わず、さらに左向きを入れる。基本まっすぐ走らないのが馬である。まあ、そのために騎手がいるんだし。岡部だったり田原であれば向きを持ち替えて、右向きを打ってまっすぐ走らせたんだろうが、郷原にそのような腕はおそらくない。カンファーベストはマリオカートのように、真横とも思える角度で先頭を走っていたウィンブレイズに突っ込んでいった。ゴールへ突っ込めよ。ギリギリカンファーベストの視界にウィンブレイズが入ったことと、ウィンブレイズも避けたためぶつからずにはいたが、ウィンブレイズとカンファーベストの間にいた4頭は致命的な振りを受けてしまった。これはひどい。郷原マジック発動。1着から10着に膠着。これは仕方ないわね。こっぴどく方々から叱られる郷原。これも仕方ないわね。ちなみにデビュー以来10戦も手綱を握ったカンファーベストも乗り換わり、枝テルオで関谷記念、アンカツで天皇賞5着、朝日チャレンジカップを制する、有力なお手馬を。ちなみに二度と郷原に手綱が戻ることはなかったわ。これも仕方ないわね。午後3時40分頃、郷原マジック発動で騒然とする競馬ファンだったが、中山ではメインをミスターピンクこと、光栄、内田敏夫が制するなど話題が多い日であった。
かしまだまだ終わらなかった。京都メインは菊花賞。混戦の中、ここで二つ目のマジックが発動してしまう。は。またマジック。そう？豊かマジックがね。は。ロジックを G1 馬にしたくらいの強力な魔法が。その名はノーリーズン。話はとても簡単なんだけど。菊花賞のスタートが切られた直後に、豊かマジックが炸裂した。は。なんとスタート直後にノーリーズンが出遅れた。と思ったら、その背に武豊はいなかった。ノーリーズンはスタート直後武豊を振り落とし、から馬になって走っていってしまったの。なんということなの。武豊も走って再度騎乗しようとするも、こけてしまう。うわ、ノーリーズンはその間に遥か遠くへ。まさに理由なき反抗。なんということなの。この日ノーリーズンは一番人気。は。なんたって皐月賞馬だし。その後チャンピオンホースになるシンボリクリス S が菊花賞を回避したことから、押し出された一番人気に押された。でもダービー馬がいるはずでしょ。谷のギムレットは春の国士がたたったのか、ダービー制覇後引退。お、ちなみに谷のギムレットの脱落でノーリーズンに武豊が回ってきて、前走の神戸新聞杯でシンボリクリス S の2着だったもんだから、ここで押し出されたにせよ。一番人気だったわけね。しかし、ここで無念の落馬、豊かマジック炸裂ね。ちなみに菊花賞の馬券の売り上げは約227億円。そのうちノーリーズン絡みの馬券は約110億円。じゃあ、ゲートから出ていて競争中止ということになると。返還は行われないわ。すなわち、その落馬で110億円が紙くずになってしまったの。これはひどい。ゴーハラマジックより、豊かマジックの方が立ちが悪いわね。ちなみに武豊は顔面蒼白で、ジャンプしてゲートを飛び出し、着地の時にグラッとしてバランスを崩してしまった。ゲートに入る前までは落ち着いていたが、入ってからうるさくなっていた。再起乗しようと思ったけど、まさかこんなレースで、残念です。悔いが残ります、とレース後語っている。ちなみにこのレース、一番人気が飛んだのもあるけど、超大荒れで10番人気の必死ミラクルが1着で、2着が16番人気のファスト立山、馬連の配当は96,070円、960.7倍。ちなみにノーリーズンはその後未勝利でターフを去る、守護馬としても3区で竜年に勝ち上がった馬がいなかったことから、守護馬人生は早々に幕を閉じ、乗馬になってしまった。しかし、豊かマジックがなければ、個性派の G1 ホース、ヒシミラクルは誕生しなかったかもしれないし、個性派の追い込み馬、ファスト立山もいなかったかもしれない。でもさ、さすがに110億円はないよ。ディープ飛ばすのはいいけど、馬券飛ばすのはないよ。それを言っちゃおしまいよ。以上になります。今回は2002年10月20日の大事件を解説しました。わずか20分間の間に競馬ファンを地獄に落とす出来事が詰め込まれていたわね。特に人気サイドの馬だから、本命等には悪夢のような一日だったと思うわ。特にこの時代は武豊だけで買う人もいたし、おう。この頃は武豊の全盛期だったわね。まあ、今じゃルメールになっちゃったけどね。時の流れは残酷ねえ。ゴーハラだって今騎乗していたらネットですごいことになってるわよ。時代に救われている人もいるわけねえ。高評価ボタンチャンネル登録お願いします。それでは